ちょっと待って。違う。ダメよ。あれ？このままもしかして行くやつ？行くやつよ。ごめんなさい。かわいい。かわいい。かわいい。大事やろ。Hey!
リフトスパイスのピーマンは、もともと僕はリードギターじゃなかったんですよ。僕が1年生の時の、修士1年生の時のね、名前はみんな聞いたことあると思う。伊庭さん、バニバニキバイバって言われてるんですけど、その人がリードをやってて、でその人が、ちゃんと6年間で卒業して僕とは違ってね、ものすごくすごい人で、でその時にあの、まあ、伊庭さんがいなくなってアプリがあの、まあ、リードギター空いたってところで、いぐみさんの方だったり、まあ、ゆりすかくぐちゃんの方からあのアプリやらないかっていう声をかけていただいて、その時僕全然そのアプリとスタイル全然聞いたことなくて、まあ多少はね、そうそう、でもやっぱりこう呼んでもらったってことがすごい嬉しくて、あの、まあ、加入させていただいて、もう好き放題やらさせていただいてるんですけど、今となってはね、本当に好き放題させていただいて、あの、やらさせていただいてます。で、そんな中で、イクミンさんが卒業し、キョンスもまあいろいろなんやかんやって卒業し、それでね、ユイチとゴベちゃんも綺麗に卒業し、もう僕もね、綺麗に卒業したかったんだけどね、なんて言ったら卒業よ。そう、本当やったら僕ここいないんですからね。でもこうやってあの、まあ、卒業あの、まあ、心よくみんなで温かくね、うん、こういう卒業ライブに呼んでいただいて、本当完全に僕のわがままでね、このアプリとスパイスの V 版をみんなに帰ってきてもらって、僕は卒業ライブ卒業するときに、アプリやりたいですって言ったときに、もう本当にこの4人の方々は心よくやってくださって、忙しいのに本当喋るのちょっと苦手なんですけど、めっちゃいいよ、うん、まあ、あと2曲、飲み会でね、続きはここはもう、楽しんでいきましょう。そう、はい、もういいよ、もうダメだ。本当にありがとうございました、うん、ありがとう。そう、スタジオの呼んでくれるのもなぎないし、スタジオの撮ってくれるのもなぎないし、曲順もなぎのが決めてくれるし、全部なぎのプロデュース、やりたいようにやらせていただいて、本当にありがとうございます。また帰ってきてください。ありがとう。え、あ、そう、一緒にね、愛知なんですよ。あ、そうそう、ボーカルのイクミンさんとね、同じ愛知でね、今日先食べようね、そう、一緒に遊びたい、名古屋だからみんな遊び来てください。そう、募集してます。愛知でーす。濃ゆいよ、名古屋濃ゆいよ。みんな関東とか行かんでも真ん中まで来れば、真ん中じゃない、真ん中じゃないかな、ね、うん、まあ、全然大阪も近いし、こういうことも近いし、あ、アイス、アイス、アイス、じゃあ残り2曲、アイス、アイス、噛み締めながらやらせていただきたいと思います。